はい、皆さん、こんにちは。榊篤でございます。11時ですね。1月は21日の土曜日。あ、また暖房に忘れた。千代田区7度でございまして、この日は13度ですね。日が照ってますんでね、寒々しい感じではないんですけどね。やっぱ温度は低いやん。これ、今喋ってるだけなんでね、OK なんですけど、こう、あれですね。で、キーボードを使うとミスタッチが多くなるんで、これくらいだと私は暖房入れますね。さて、ザクザクでございまして、昨日出た記事ですね、これね、昨日の15時30分、沖縄県が米軍離島救援訓練拒否、反基地イデオロギーにとらわれ県民の安全と生命を危険にさらす八重山日報の、これどう読むんでしょうね、中新城誠氏かな、県の対応に怒りということで、ちょっと読みましょうね。在沖米海兵隊が離島の災害救援訓練などのため、沖縄県宮古島市にある下地島空港ですかの使用を県に申請したが、県が許可せずに使用を断念していたことが明らかになった。離島救援訓練をやってくれるわけでしょ。いざというときアメリカが助けに行くでと。もうそれの訓練させろよって言ってるわけでしょ。それでちょっと空港使わせろよっていうの。それを許可しないってどういうことやねん、それって。ほんまに。もうなんかもうね、あぜんとしますよ、ほんまに。愉快なお隣さんがね、アホなことするのはね、笑ってられるんですよ。ああ、ふだこと言って、またやっとられたら、みたいな。でも、笑ってられるんですけど、こう、国内でね、こういうアホなことをやってる、アホなことをしてるっていうのをね、こう、知るとですね、なんかこう、もうなんかもう嫌な気もなりますよね。なんか腹立たしいですしね、もうちょっと行きましょうか。産経新聞が20日報じた。台湾有事、日本有事の危機に対処するには、日米同盟の進化が不可欠だが大丈夫なのか、沖縄県の地元紙八重山日報編集主幹の中新城誠氏に聞いた。改革校ですね。県民の生命と財産を守るのは自衛隊と連携する米軍が救援時の体制を整える必要がある。県の自粛要請はあまりにも反基地イデオロギーにとらわれた対応ではないか。中新城氏はこう動きを強めた。産経新聞が県などの情報をもとに報じたところによると、米海兵隊は13日、災害救援などの習熟飛行を行うとして、県が管理する下地島空港にヘリコプター機4機を離着陸させたいとする使用届を提出した。これに対し、県は緊急やむを得ない場合を除き、米軍は使用すべきでないというのは県の一致した考えと伝え、自粛を要請したという。緊急やむを得ない時にね、スムーズに使えるようになるための訓練をさせてくれって言うてるわけでしょ。アホかいなと思います。なんか飛び跳ねてますよ、もうね、あんまり呆れますね。確かにね、沖縄の方々ってね、基地でえらい迷惑を被ってるという現実があります。それは大変気の毒に思います。沖縄に行くと、米軍のプレゼンスってのはちょっと腹立ちますよね。お前らこんなええとこ全部使いやがってと思って。まあ、ただ日本は戦争に負けてね、沖縄を取られたようなもんやったわけですよ。それを返してもらったわけですから、まあまあ、それくらいはしゃあないなと思わざるを得ないですね。しかも沖縄の米軍はですね、まあ、沖縄守るためだけにあるんちゃいますよ。確かにあそこからですね、いろんなところに出撃をするわけですよ。昔ベトナムでやった時は沖縄から行ったわけですよ。まあそれそうとはいえね、沖縄も守ってくれてるわけですよ。で、いざという時は尖閣も守ってもらわなあかん。尖閣は何県やねんって。沖縄県やろお前って。取られてええんかみたいな。ほんまに。本当にこの左翼っていうのはですね、というか本当に時々呆れ果てますよね。君らどこの国の人間なんやと言いたくなりますね。
使用を認めない理由について沖縄の本土復帰前の1971年、日本政府と当時の琉球政府が交わした下地島空港の軍事利用否定の覚書、やら覚書ですかに反するなどとしている。1971年、まあね、でもね、軍事利用ちゃうやん。確かにね、軍が使うわけですけども作戦行動ではなくて救難訓練でしょ。やらせろよそんなもんほんまに、もう沖縄県民ね、私もすっかり最近ですね、もうあかんなと思ってるんですよ。何がってこう玉城デニーみたいなやつをですね2回も当選させてるでしょ。1回やったらね、ちょっとあれなんやと、あれはミスったんやということで、済ますことはできるかもわかりませんけどね、2回も当選させたでしょ。それってね、本当に分かってないやん君らという証拠なんですよ。それ基地が嫌やと普天間嫌やってのは分かりますよ。でも普天間ってね、あれ飛行場があってで、そのそばに後で住宅が開発されたところなんですよ。で後から行っといて家やって言ってそれをね、田舎の方に移転するのね、もう反対してるわけでしょ。理屈が全然合わないんですよ。合理的に考えて田舎の方に移転させたらいいやん、その会場の空港を作って、もうそれを家や家やって言って、何をしたいのかがわからんという。そんなことを言うてる玉城デニーみたいなおっさんをですね、知事に2回もしてるんですよ。もう1回なら許しますけどね。まあなんかの間違いやろっても知らないやんと。でも2回もしたということはね、もうね、そんなね、確信犯ですよ。そんな言うたかって東京だって2回も小池都知事当選させてるやんって言われたらね、あんまりそれもね、言い返せないんですけどね。すいません、東京もアホが多いんですよ、ほんまに。400万人以上いるんですよ。たまりませんよ、ほんまにこれ。ほんまにね、そう思ったらたまりませんよね。この町には小池都知事に投票した人が400万人いる。いや、まあ、言うてみりゃ、その、なんていうかこう、あれ、正しい判断ができなかった人がそんだけいるということですからね。いやー、まあ、まあね、あんまり沖縄の言えませんけどね。言えませんけど、そう思います。言えませんけど言うで、ほんまに。日米の外務防衛担当閣僚による安全保障協議委員会2プラス2が11日日本時間12日、米ワシントンで開かれた南西諸島の空港港湾の柔軟な使用が有事の際に重要であるとし、訓練などを通じて協力することが日米が一致したばかりだと。中新城氏は離島住民の間では台湾有事が身近な問題になっており、自衛隊への期待や信頼感も高まっている。自衛隊と米軍が有事に備えて空港や港湾をスムーズに使用できるようにしておくべきだ。県が横やりを入れるのは県民の安全と生命を危険にさらすことになりかねない。県の対応は結果として中国を利する方向で狙い通りになってしまうのは問題だとかだった。まあ全くその通りですね。全くその通りです。ほんまにこれね、沖縄でね、唯一ね、こうまともなことを言う新聞なんですね、八重山日報って。私の認識ではね、いや他にもあんでっていうなら教えてほしいんですけど、沖縄は、地元紙全部朝日新聞系なんですよ。とか、朝日新聞みたいなことを書きたがる新聞なんですね。いや、まあね、呆れ果てて、物も言えんと。本当におっしゃる通りですね、中国を利するばかり。君ら中国になりたいの？いや、勝手になるよとは言いませんよ。私絶対言わへん、絶対言わへん。やっぱり我々にとっての沖縄って大事ですからね。もうですね、英霊がですね、十何万もですね、亡くなったわけです。沖縄県民も十何万人、二十万人か、要しませんよ、亡くなりました。そういうところはやっぱり大事にするべきであって、そういうところだからというわけではないですけどね、日本にとっての沖縄って大切な沖縄ですからね。でも中国は狙ってるわけですよ。だから黙ってたら絶対取られますよ、おとなしくしてたら。だからきちんとですね、こういうところでですね、ちゃんと守る意思があるんやでと、
いうことを示す必要があるわけですけど、なんでそういう簡単な、ごくごく簡単なですね、小学生でもわかる、現実認識ができないのかなというのはですね、本当不思議ですね。こんな調子で言ってたら50年か100年先は沖縄も中国ですよ。はっきり言うて。ほんまに。一応このザクザクのですね、ページを貼っておきますんでですね、私今全部読みましたけども、確認されたい方は行ってみてください。はい、どうもありがとうございました。